3番の深谷が前とは少し車間を空け始めました。後方から上がってくる8番の原田、さあ原田が上昇していって、これは3番の深谷のところまで行くでしょう。深谷は車を下げていく。原田が一旦誘導の後ろに収まるか。そしてその西国勢の後ろに7番の新田雄大上がってきました。新田が3番手、そして9番の三谷隆起が仕掛けてくる。誘導が降りて、さあ三谷が赤番前から行きました。三谷隆起が行きました。1番村上2番手、そして6番の岡村は3番手に続いている。この後ろは5車身から6車身離れて8番の原田健太郎だ。2コーナーからバックストレッチ、打掌が入りました。さあ逃げていく9番の三谷、差を詰めてくる8番の原田健太郎。4コーナーからホームストレッチ、現在3番の深谷智弘8番手、7番の新田は6番手、残り1周です。逃げる9番三谷隆起、2番手1番村上義弘が車間を空けている。まくってくる7番新田、新田まくってくる、新田まくってくる、バックの中央、新田が前を捉えました。2番手2番の渡辺和田に福島勢が抜け出していく。これを追うのは3番の深谷智弘か。4コーナー回った。先頭は新田、新田先頭、後ろから2番渡辺迫りますが、新田雄大です。新田雄大、引き続きご注目ください。さて第13回のチャンピオン、どんな話を聞かせてくれるんでしょうか。ではインタビュー、表彰式をご覧ください。それでは優勝いたしました新田雄大選手に喜びの声をお聞きしたいと思います。山口コーチさん、お願いいたします。見事高松宮記念杯に続きビッグ連覇、新田雄大選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや強い、本当にあの準決勝決勝といいタイミングに今自分がなっただけですね。深谷選手が前を取って新田選手を3番で入れたのがかなり勝因に近づいたと思うんですが、いかがでしょう。本当その通りだと思います。そして原田選手が追いかけて緩んだところを一気にホームから仕掛けました。はい、あのもう多分原田君も追いかけていて、僕らも追いかけている状態で、苦しい状態はみんな一緒だったと思うんですけど、まあ、初日のレースで、まあ、失敗もありましたし、同じところでミスしたくないという気持ちで、残り1周前から踏みました。残り1周前から踏んだんですけど、渡辺和成選手は昨日刺されてますよね。そうですね、まあ、刺される刺されないというのは本当に勝負してる2人なんで、2人というか僕らなんで、それはもう本当に勝負の行方ということで、でもそこまで持っていきたいという気持ちが今日のこのレースにつながったと思います。東京オリンピックに本格的に自転車で挑もうということで、世界の方でも合宿行ってるんですけど、そのあたり経験も出ましたか。疲れだけはすごく出てると思います。じゃあこれからもっと強い新田雄大が見られると期待していいんですか。そうですね、本当に、まあ、チームとしてはオールスターに向けてこう調整しているので、この大会で、まあ、最低決勝乗りたいという気持ちでは頑張ったんですけど、その中でこう優勝できたっていうのは次のオールスターに向けていい弾みになると思いますし、まあ、地元のファンの方々、そして今回もたくさんの方々と応援してもらいましたけど、本当に皆さんに、また応援したいと思ってもらえたかなと思います。そして次は地元の一番、いわきのオールスターが待ってます。そこでの活躍、ここで皆さんに宣言してください。はい、オールスターのファン投票はまあ2位だったんですけど、本当にたくさんの方が応援していただいているというのがすごく分かったので、まあ、去年に引き続き優勝というものを目指して、まあ、地元開催ということもあり、地元のメンバーみんなで力を合わせて優勝者を出していきたいと思っています。見事サマーナイトフェスティバル優勝いたしました新田選手でした。おめでとうございました。どうもありがとうございます。おめでとうございます。それではバンク内に展示しております。見事優勝の栄誉に輝きました新田雄大選手に、関東経済産業局長賞といたしまして、経済産業省関東経済産業局産業部次長五十嵐悟様より賞状が授与されます。賞状、優勝新田雄大殿、あなたは伊東市主催第13回サマーナイトフェスティバルにおいて最も優秀な成績を収められたので、これを賞します。平成29年7月17日経済産業省関東経済産業局長後藤さん、おめでとうございます。続
きまして伊藤市長賞といたしまして、伊藤市長小野達也より賞状並びに賞金が贈呈されます。賞状優勝新田雄大選手、あなたは第13回サマーナイトフェスティバルにおいて当初の成績を収めたので、その栄誉をたたえ賞します。平成29年7月17日伊藤市長小野達也、おめでとうございます。続いて賞金ボードが贈呈されます。新田選手おめでとうございます。高々と掲げていただきました。ありがとうございました。もうちょっと腰に手を回そう。